アイスパチャンネルです。今日もね、リバース1999やっていきたいと思います。今日ですね、やっていくのは、このイベントのですね、ショップかな？ショップじゃないわ。イベントでもらえる報酬ですね。素材が、結構美味しくて、このパパコインでしたっけ？これね、パパコイン。これを、集めて交換することができるということで、何をとって注意点は何なのかということでお話をねさせていただこうかなと思います。まあでもね、これ取るものは ほぼ決まってますよね。まず、まあ取ってるのがこの真相でございます。はい、特にメラニアにね非常に相性がいいと言われているこの真相、まあもちろん取るし、モノロー、これもまあ2000かな、2つだけだったと思いますけれども、まあこれも取ります。で、あとはこの上級素材ですね。まあこの辺はもうウィルダネスの合成でしか手に入らないものが単品で手に入ってしまうということで、このリンゴのやつもそうだし、あとはこの強靭のささやき、プラチナウィジャーボード、この辺もまあ当然取ります。で、さらにこの音色ね、悠久なる音色、これもなかなか手に入らないので、まあおそらく皆さん取るでしょう。そしてエディターズチョイスで言うと片時のざわめきね、これは共鳴のレベル上げるところで使います。はい、もう全然手に入らないから片時のざわめき、これはもうマストでしょう。そして読者への返礼のところで言うと一瞬の胸騒ぎ、これも共鳴のね、レベル上げで非常に重要になってくるので、あとはまあポラライゼーションも同様かなと思いますね。だからまとめると、この上のね、素材とざわめきと一瞬の胸騒ぎとポラライゼーション、まあこの辺はもう、速攻取っていいんじゃないかな。あとはこの紫素材かなっていう感じで、あのこのねウィルダネスの方どうしたらいいかっていうことなんですけど、これはあの個人的には買っておく方がいいかなと思っております。まあ前回の動画でも言ったんですけれども、ウィルダネスのねパーツのランク付けみたいなのがありまして、ここでもあるんですけど、この一番左側のやつは黄色ですね、金色っていうのかな、なので一つのパートが10なんですね、7個で活力が70上がります。で、一方この青いグリーンガーデン2、これは青色なのでランクが低いんですね、7個で42、だから一つ6個なので今上限がね120なんですよね。イニシエの間が5までしか上げられない状況だと120しか置けないので、おのずとですね、あのこのグリーンガーデンを置くことはあんまないんです。まあこの家みたいなやつをどうしても置きたいんだという人は置くかもしれませんが、活力で言うと、まあいらないのかなというふうに思う人もいるんですけど、これね全部集めることによってこの所属テーマの報酬があります。この声の頼りね、これ電話ボックスですけど、ここの、霧の故郷っていうテーマを全部取ることによって、このエクストラの声の頼り、これがゲットできます。で、これ建築なのでジオラマのねパーツの上限には影響しません。それで活力が65上がるということだから、これはね取っておいていいんじゃないかなと思うんですよね。まあ今後もこういうイベントごとにウィルダネスのテーマが発表されていくと思うんですけど、それのたびにこういうふうにね、まあ、一つ一つ出ていくとすると、まあ、10回これが繰り返されると、このエクストラのね建築を持っているとプラスで、まあ、単純計算で言うと 65×10 で650ってなると、結構大きいでしょ。650増えるっつったらね、このウィルダネスで見てもね、活力が言うとこれね100上がるとレベルが1つ上がります。つまり 1% 上がるので、まあ650上がったらね 6% だから、まあ個人的にはやっぱりねこの辺は全部取っておく方がいいかなと思いますね。カルチャーバスはこれは何なんだろう、これも所属テーマに属して、あそうだよね、これも属している、まあ建築に入るのかな、だからこのバスも取らないとこのエクストラの声の頼りはもらえませんということだから、まあ、ウィルダネスも交換して、上位の素材交換して、ざわめき交換して、胸騒ぎのポラライゼーションってとこですかね。だからね結構ね周回しないといけないんですけれども、まあ周回するところはもうあの割れてますけど、この前半でいうとこのハード14ハードが1回回ると300ねパパコインもらえるのでいいんですけど、個人的にはですねここの後半の
探索ボードとか、あとはこのピクルスのイベントも出るのかな、ちょっとわからないけど、まだイベントが25日なんで後半戦もあるじゃないですか。だから新しいね、こういう周回するところが出る可能性を自分は考慮して、まだね本気で周回はしてません、はい、もっと美味しいところが出たらそっちの方がいいので、とりあえずね、あの日々の、雨のしずくを1回2回砕くやつは、まあ、やってるので、そこの中で何回か周回するかしないかぐらいに留めておいて、まあ、後半戦でより美味しいものがないかを確認して回ろうかなというのが自分の作戦ですね。まあ、とりあえず、まあ、ショップで取れるところは、今言ったところを集中して取っていただければいいのかなというふうに思います。はい、ということで本日はねこんな形で終わりたいと思いますが、このチャンネルではですね引き続きリバース1999いろいろね動画上げていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録コメントよろしくお願いいたします。それではお疲れ様です。